このナショナルコスチュームは日本の素晴らしい伝統を尊重し、その品格を残しつつ、モダンにアレンジというテーマで作られました。ナショナルコスチュームデザイナーの押本末子さんからナショナルコスチュームの説明をいただいております。日本が誇る世界で最も美しい衣装、十二人絵。この十二人絵をモチーフに、裾は本来の着物の形を崩し、斜めに切り、斬新な形にしてありました。着物はどこで着ても引き立つヒーローベースに、特徴高い鶴と松の木がデザインされた打ち掛けの生地を選び、鶴が栄光に向かって羽ばたくイメージと、そして世界に向かって羽ばたくイメージを重ねました。鶴と松には600個以上のクリスタルを押し合い、スポットライトを当てることによってそれだけ光り輝きました。黒字のシンプルな帯を使用し、帯結びはモードになります。またヘアも和とモードを融合させ、帯とヘアのデザインに統一性を持たせました。背中には美容儀をイメージした大きな帯、日本の花の代表桜の一本とデザインしました。後ろ姿は桜の木からテールにかけて花びらが舞っている様子です。桜の花にもクリスタルを埋め込み、ステージ上で舞うと全てが展示され、より一層輝きを増します。またドレスは扇とテールを外すと優雅なエビのミドレスとして着ることができます。